ビエンジャンです。で、今通りがサムスタイ通りという通りにいるんですけどね。で、ここ見てください、これ。シャブシャブって書いてあります。サバイディシャブシャブ。サバイディっていうのはこのラオスの言葉で、こんにちは。シャブシャブ。まあ、日本食なんかも結構ね、ラオスなんかタイでもすごい人気なんですけどね、最近ラオスでも結構人気になっています。でしゃぶしゃぶ、そして寿司ですね、お寿司、こういったものをあの食べに来るんですね。7万9000バースか6万9000バースだって食べ放題かな、これ結構安いですね。で今こうブリヂストンやってるけど、日本のメーカーブリヂストン、このタイヤの、ね、タイヤ屋さんがあります。バイクの量も多いですね。車も最近増えてるんですね。50万人の都市なんですけどね、首都です。で、今歩いてるところセーターチラート通りっていう、まあ、大きな通りがあるんですけど、国境がかなり盛んに行われるところ、ただ国境ではないみたいですね、タイみたく。でこんな感じで、寺院がいっぱいあります。でフランスの植民地だった時代があったんでね、やっぱフランス調の建物も結構あるんですね、こういうところね。まあ寺院がね、多い。多い、すごいね。まあ車のね、通りが結構激しい。バイクも多いです。バイク、車も最近持つ人が増えたってのもあるんですけどね。まあすごくちょっと発展はしてきてますね、やっぱこの街はちょっと。だからね、点在してます。しない。だからまあ、ラオス料理と欧米の料理混じってる料理ですからね。テラート通りっていう中心の通りを歩いてます。リコー、日本のエプソン、日本のメーカーです。ハングリー、ハンバーガーショップ。まあそうだ、ね、なんかマクドナルドみたいな感じだ。結構いるんだと思います。もちろんタイのバンコクから来るとあんまり、まあそこは境ではないですけどね。まあでもね、のんびりしたと思います。その中にも、まあ通りは結構ね、交通量激しいんで結構騒がしくなるんだけど、フランスパンとかね、結構なってるかもしれません。あ、なんか作ってる。レイジャー。レイジャー、レイジャー。何がレイジャー。何がレイジャー。売春は発展してますね。レイディーボーイはないよな、確かに。あ、これがすごいな、広場だ、マンプの広場。これいいですね。日本とラオスの国旗が書かれてます。で、英語で書かれてる、英語とこのラオス語、まあ、タイ語みたいなやつ書かれてるんですけど。で、ここの道ですね。道は、まあ、日本の援助によって建てられたんでしょうね。それを感謝してるっていうのも、The approach for improvement of the venture number one law。Grand aid from government and people in Japan have a total friendship and cooperation between Japan and our people's Democratic Republic 2007。 だからこの道があるんですけど、ここのところですね、まあ日本の ODA の援助、まあ一番 ODA で今援助してる日本ですからね。で、ここの道を作るのに我々の技術援助と資金援助をしたという。でそれに対して感謝してるということです。ね、こういう風なのじゃ結構東南アジア、アジア各国、他にもね、いろんな国、アフリカでもそうですけど、南米にしてもそうです、東欧にしてもそうですけど、タラットサオ、そうです、タラットサオ、まあ、この中にレスタンとイシャイのがあります。でこの辺りね、結構高いできてるんですよね。ビルもここに NZ のビルがあったりとかね、うん、なんか交通量激しいです。すごいね、これだけ車が増えたってすごいなと思うんですけどね。昔10年、20年前だったら全然ね、車とか走らないと思うんですけどね。
バイクかもしかして電車あったなと思うんですけど、ね、変わりましたね、このラボさん。デパートみたいなところとか、いろいろな、宝飾品が売られてたりとか、服とかね、あと食べることも食堂なんかもあります。なお、すごいな。これでいい。こんな感じですね。携帯が売られてたりとかもします。新しいので、ね、iPhone とかも売られてますね。気抜きになってます。こんな感じですね。すごいね。エスカレーターもあります、ね。まあ、ベンチャーもね、やっぱラオスも少し発展してきてます。まあ、日本がかなり ODA 連中してるってのもあるんですけど、ね、まあ、すごいですね。ラオビエットバンク、ラオスの銀行とか、まあ、あとはホテルとかも。新しく建てないと思う。すごい。カノンがいます。日本のメーカーです。で、結構5月の今日24日なんですけど、すごく暑いです。盆地になってるというか、この内部が入ってるので、京都みたいな感じ。この辺りです。で、国立の博物館の近く。で、この辺りです。ラオパリス。資生堂ありますね。まあ、こんな感じです。ハンバーガー屋さんだ。カムリがありました。日本の車。ミスフィッシュ。ギアラン。トヨタのクラウンもありました、ね。結構俺いいホテルですよ、ね。ラオクラウン。スウェーデンズ。あとピザカンパニー。まあ、こういったね、ファーストフード店なんてできてます。あとはこっち見ると、看板見てもらうとね、日本の企業も最近入ってきてます。セイコー、ジャンピングツアー、関西エレクトリックス、入国するためにバス、こういうバスです。人が待ってます。にぎやかですね。